世の中本当に便利便利ってだってさ携帯がない時代。 ポケベルのない時代。私たち一生懸命コミュニケーションを取ってましたよね。その、IT がないからこそ真剣でしたよね。今って誰とでもいつでも繋がっちゃってる。だって待ち合わせするのに時間すら直前に決まるとか、会う場所だって、あ、今前に着いたとか、<laughs> そっちじゃなくてこっちにいるみたいですね。そんないい加減な待ち合わせができちゃうわけですけど、昔は必死でしたよ。もう右から3番目の柱の前とか行って遅れた場合はどうするとか、絶対遅れられないアポだったわけですよね。 デートとか。もう遅れたら大惨事ですよ。もう10分20分待たすなんてもう終わりですからね、それで。なんかそういうね、技術がない時代、じゃあコミュニケーションなかったかって言ったら真剣でしたよ。一回の待ち合わせがね。電話するときにお父さんが出ちゃうわけですから。これ、まずお父さんを突破しなければですね、女子につながらないわけですから。<laughs> どこどこでお世話になってます、何がしですって言って、誰々さんいらっしゃいますかってあって、何々ちゃんいるとか言った お前誰だバキンで終わりですからね。ブレマの方で終わりですから。礼儀よくちゃんとしないと、つないでももらえないわけですからね。なんかそういう時代の方が、なんか真剣でしたよね。人と人とのコミュニケーションがね。どっちがいいのかって、よし悪しですけども、なんでもかんでも今の方がいいってことはないっすよ。ちょっと、不便な時代を楽しむっていうのかな。ネットで買い物しててもワクワクしなくないですか。やっぱね、買い物に行って、ここでこれ買って、ちょっとあっちにもう寄ってこれ買ってとかっていうね。まあ この感じですよねもしくは何時何分にかけるから鳴った瞬間出ろみね <laughs> ありましたよね。ってった瞬間ももうじゃあ夜10時ピッピッピッポーンカシャンみたいな <laughs> 電話が鳴ったことすらも気付かせないみたいなね。あのの呼吸ですよ別の電話が お父さん誰かと長話してるとふざけんなみたいな <laughs> <laughs> 武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。